5月はですね、アンヌタイ月間と言ってもいいほどですね、えーまあ、メイン、サブ、まあ、両チャンネル合わせて数本、まあ、動画をアップしたわけなんですけれども、この5月を締めくくるのもですね、まあ、アンヌタイでいきたいなと思ってるんですけれども、おまあ、アンヌタイのフィギュア自体ではなくですね、アンヌタイのフィギュア入りプラモデルですね、えーまあ、中古なんですけれども、富士見社製の、まあ、ウルトラ警備隊の 車であります。ポインターですね。えー、これを購入しました。あまあ、絶版になって久しいらしいんですけれども、このポインターシリーズはですね、アンヌタインのフィギュアなし、フィギュアあり、えー、フルオープンですね。ドアからボネットまで開くという3パターンが出ていたそうなんですけれども、まあ今回はアンヌタインのフィギュア入りということでですね、まあアンヌタインのフィギュアはこのまま、あアンヌタインの おまあ、ショーケースコーナーにですね、まあ、飾れることとなると思うんですけれども。この富士見社製のポインターなんですが、二十四分の一と。まあ、銘打ってる割にはずいぶん大きくてですね。まあ、と、これ、原車がですね、あのー、クライスラーのインペリアル一九五七という、まあ、昔の。まあ、アメ車なんですけれども、まあ、アメ車がいくら大きいからといってもですね。まあ、この二十四分の一はでかすぎだろうと。 ポルシェの20分の1の大きさと変わりませんから、まあ、もう一回り小さくてもよかったんではないかなと思うんですけれども、まあ、とりあえずですね塗装塗料不足の中ですねなんとかシルバーとブラックを手に入れたのでなんとかなると踏み切ってですね行きたいなと 思うんですけれどもまあ、とりあえず、えー、この車エンジンレスですね、えー、キットですねエンジンレスなんで、まあ、エンジンを作らなくていいというだけでもまずいぶんまあ、まあ、楽だったわけなんですけれどもまあ、そのままコックピットをも取り付けてですね裏フラットブラックで、えー、このコックピット全般的にライトグレーを入れまして、えー、真ん中にセンターラインフラットブラック を入れてますで、この、まあ、裏側なんですけれども、シルバーのドライブラシ、エンジン部強め、シャーシ部薄めで、えー、塗りましてですね、まあ、なんとかあ立体感を,を、まあ、表現しているんですけれども、このコックピットインパネですね、ハンドルがですね、ライトグレー指示だったわけなんですけれども、まあ ウルトラセブンなんかを見ますとね、どうしてもハンドルが白く見えるので、えー、一応白を塗ってます。で、えー、ボディなんですけれども、シルバー2層塗り、その後クリアを2層ほど入れてですね、まあ、数日乾燥させてですね、えーまあ、ピカールで磨いてます。 で、このクリアとシルバーの相性はどうなのかなと思ったんですけども、意外と光ってくれたんですが、あまりテカテカされても困るので、まあ、あのポインター自体がそのにほどテカテカじゃなかったので、まあ、2層ぐらいに仕上げたわけなんですけれども、あと、あのー、窓ガラスですね、その枠をですね、ピカールで、えーまあ、初めての、まあ、試みだったわけなんですけれども、区別つけてます。で、えー、このガラスもですね、ブルーと まあクリアの2種類付いてたのでとりあえずまあブルー付けたわけなんですけれども、まあ、それに完成した下部ですね、えー、取り付けて、えーまあ、一応ボディとしてはこれで完成したわけなんですけれども、まあ、随分古いキットなのでデカールが心配だったんですよもしもデカールが水に入れた途端グズグズになるようでは、まあ、今回の動画はまあ ポインターとともに、まあ、お蔵入り、まあ、とりあえず探す、まあ、デカールを探すところから始めるのか、色塗るところから始めるのか、まあ、考えていたわけなんですけども、なんとかですね、えー、まあ、ところどころはぐずぐずでですね、えー、まあ、色を塗ったり、えー、まあ、したわけなんですけども、まあ、なんとか、あ絶対に必要不可欠な、まあ、ウルトラセブン、ン、ウルトラキャビタイのマークだとか、TDF の、まあ、ロゴ、 あと黒枠ラインですね、まあ、ナンバープレートの方がもう完全に行かれちゃってたわけなんですけれどもなんとかあー見れるだけにはな,なりましたで、えー、印象的なこのタイヤなんですけどもホワイトリボンはパーツがついてましてレッドリボンの方はあのー、マーキーで、えー、塗ってますで、えー、全体的に墨入れをして、えーまあ、完成ということなんですけれどもこのアンテナは実際あの伸び縮みできる アンテナで、これいいアイディアだなと思ったんですけど、ちょっと見た目より太いかなという感じがしました。まあ今回ですね、まああの、アンヌ隊員はまあ完成はしなかったんですけども、まあ、m 1号とか、あ海洋洞のユリアンの時一緒に、えー、もやろうかなと思ったので、えー、またあのー、ご報告はその時に、えー、させてもらおうと思ってるんですけれども、 ポインターショーケースに入れるとですねその大きさ、まあ、また今度ご紹介したいなと思うんですけれども飛び抜けてでかいということですでなんかアシェットさんからも出るとか出ないとか噂を聞くんですが、まあ、とりあえずポインターはこれで終わりです